はいはい、じゃあダイナー3本目違うか2本目か行ってみようと思います。今日はチャラコのボードを借りてます。ああいうクラブ入りたいな。ああいうクラブのいいところは仲間が増える。悪いところは勝ったり好き勝手させてくれ、なんか好きなとこ滑らせてくれって言うて、いいな、なんとかクラブなんだろうね、あれ。なんでよりによってここなんだろうね。まあいいんだけどさ、20人はおるな。さあ、向こうとかね、いろいろ積雪とか雪質とか他の動画を見てください、ね、アップロードしてますんで。はい、じゃあ行ってみようと思います。来て、ヒュッフー、水筒量、あのさ、今日が雨降ってて土曜日でしょ、で明日が雨でしょ、で明後日が晴れだけど平日じゃん。だからもうダイナね、もうクローズまで、まあ、美味しいんじゃない、ずっと、うん、雪はね、滑るよ、まあ、それは他の動画でアップしたんでぜひ見てほしいですね。あれなんだろう、なんかカカリンがおるね。なんかさ、こうやってかき集めた苦労の跡が見えるよね。ここなんかも剥げとるし、これもどうしようもないから諦めたんかな。あ、こっち捨てるんだ、多分こっち捨てて向こうだけにするんだ、向こうだけあの通路のコースにするんだわ。うん、あー、だから明日一日中雨でしょ。あ、今日まだ、10時5分ぐらいなんですよ。うん、10時5分。踏んだもんで、あ、今日、じゃあ次、あの、急斜面行ってみますね。1ヶ月前の昼間の高原状態です。パークもないね。あれ、しまった、よそ見しとったら。あ、こうやって持ってきとるね、ここにガラガラって父も一緒に持ってきとるし。あ、もう通路、まあ、通路だね、終わりまで通路だね。だからオープンの時の、あ、向こうあっちもね、まあ明日で終わりだわ多分。この辺クロカンチックです。クロカンチックで、あー、しまった。
あ、これさ、遠く見て、あ、遠く見てさ、滑らなあかんわ。これはもう脱ぐしかないな。脱ぐしかないな。いや、狙ってないよ。狙ってないよ。こんな恥ずかしいのさ、狙うわけないじゃん。しかも一人ぼっちだよ、俺。今日ぼっちだよ。いつもぼっちだけど。あー、こっちさ、黒缶チックで面白いと思ってさ、滑ってったらさ、行き止まりだったわ。一旦切ります。じゃあね、バチリンコ。まあ、みんなこういうのに気をつけてください。はい。隣にいる人は、見て見ぬふりしてくれてますね。